皆さんこんばんは。先日まで顔がじんましんでブツブツになって死にかけていたんですけども、復帰しました。元男の子の青木かのんです。でどうですかね、2日前までの写真これなんですけども、顔がパンパンに腫れて、なんか熱っぽくなってるし、顔が痒いし、動画どころじゃないみたいな、なんかそんな感じだったんですけども、復帰しました。ということで今日も視聴者さんから質問をいただいたんで、早速答えていくんですけども、もしかしたらこの動画は炎上するかもしれません。うるさいって、いいとこなんだから。この動画は炎上するかもしれません。なのであらかじめお伝えしておきますが、今回の話す内容はそれを承知の上でご覧いただきたいのと、何が承知なんだ、まだ言ってないのに、私のこの周りに起こったことと自分で感じた、その2つのことがあったので、結構ドストレートに話していこうと思います。じゃあメッセージをまず読みます。パスワードって、ちょっと待って、顔認証、あれ顔認証なんで認識しないの、おかしいだろ、なんで認識しねえんだよ。あ、認識した。では読んでいきます。身長180センチ、体重82キロの顔面狂気と言われ、声も低くて聞き取りにくいと言われるわしでも女になれるかな、また身近にそういう元男の仲間はいるかな、とのことなんですけども、まあ皆さんがこの今の文章読んでイメージできるのは多分大男だと思うんですよ。顔面狂気って自分でも書いてあるんで、まあ私がイメージするのは清原選手みたいなこんな感じで、ガタイも良くて顔もちょっといかつめので、そういう方でもっていう、まあ 女性になりたいという願望があるらしいんですよね、見る限りだと。でまず最初にその結論から言います。なんかハゲあんまり目立たなくなってきた。女性化は諦めましょう。怖いんだよな、こんなこと言うとまたなんか団体から指さされそうな気がするから、女性化は進められないんだよ、進められないんだよ、これは本心です。かのんちゃんひどいって、同じような境遇の人を突き放すような言い方ひどくないって思われちゃうかもしれないんですけども、あんまり安易に言えないっていうのが正直なところです。それを今回私は話をまとめたんで、よかったら最後まで見ていってください。まず以前私は女性ホルモン剤をするときに、事前にね血液検査とかいろいろ体の身体検査を受けた上で女性ホルモン剤やらなきゃいけないんですよ。私が行ってた病院は先生がすごいそこそこ有名な、その界隈ではすごい相談乗ってくれるし、アドバイスもうまくて、みんなそこの先生に集まるみたいな。私が初めて会った時に、君は本当に女性ホルモン剤をやって大丈夫なんだねって言われたんですよ。その時私はなんでそんなこと聞くのかなみたいな思ったんですよね。診断書もあるし、あ、もちろん私は女性になりたいんで女性ホルモン剤は受けたいですって言ったんですよ。先生は分かった、君のことは信じるよみたいな、えって、もうなんか不思議だなと思って、でなんでそういう感じに最初聞いたんですかって言ったら、いや実はちょっと口悪くなって申し訳ないんだけど、明らかに男性の風貌であなたどう見ても女になりたいって思ってる感じの方じゃないでしょうっていう方が女性ホルモン剤を打ってください、過去の自分がね蘇って、私のこの昔の姿ってまあ明らかに女の人になりたがってるような男じゃないじゃないですか。衝動的にやっちゃう方が多いから、後悔して後戻りできなくなって自滅の道に行くんだよ。もう一回でもやるともう後戻りできないんですよ。もう簡単に言うと精子は作られなくなる、プラス死ぬまでやらないと体のバランスが崩れちゃうっていう、そういう重たい条件を一生背負わなきゃいけないから、やっぱり先生も安易にいろんな人にねプス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 刺すことができないわけですよ。たとえ診断書を持ってたとしてもらしいです。成長期がもう終わっているので完全に
男性としての体が出来上がっちゃってるんですよね。私でさえ女性ホルモン剤始めた時期が遅かったんですよ。私は、18歳になる直前だから、まあ、17歳ですねの頃に始めたんですけども、それで第二次成長がもう終わってるじゃないですか。で確かあれですよね、ちょっとね専門的用語あんまりわかんないんですけども、第三次成長が22、23、24とかなんかその辺ですよね。それを超えるともう完全に男性的なこのたくましさっていうか出来上がっちゃうんですよね。だからたまに世界のあのニュースとかで、小学校の低学年のうちから性同一性障害が認められて女性ホルモン剤始めた小学生いますみたいなニュース見るたびに、うわめっちゃ羨ましいみたいな、普通の女の子と変わらないじゃんみたいな、本当に女性と同じように成長していくんで、身長も低いし華奢だしサイズ感が全然違うんですよ。もしかしたら162センチぐらいで40何キロみたいになれてたかもしれないと思うとめっちゃ悔しいんですよね。まあ、私の過去動画をいっぱい見てくださってる方だったらもうわかると思うんですけども、3、4年前とかはもっと今よりも自信がなかったっていうか、街中歩くだけでもうわー嫌だなー、バレないようにどうしようどうしようみたいな感じになってましたから、中学年ぐらいに始めてればこんなに肩幅があ、右前左前よよ。なのでもっと遅い方はめちゃめちゃ大変だと思う。それが受け止められるかですよね。その自滅の道ってさっき言ったじゃないですか。実は私の周りでも自殺した方がいました。でその方はもともと家庭を持っていたお父さん、まあ、年齢でいうともう50代なんですよね。で途中から女性になりたいという願望が強くなって離婚して女性ホルモン剤を始めて女性として生き始めるものの、やっぱり本当言葉悪いんですけども、見た目が女性になりきれてないってい もう振り切れてないんですよね完全に。だから周りからの理解があんまり得られなくて、どんどんこうネガティブな方向に行っちゃってで自殺しちゃうっていう、まあ、こういう話って結構多いんですよ元男の子界隈だと。で私がなぜここまでこの見た目のことにばっかりフォーカスして言ってるかというと、質問者さんはもう見た目の特徴を伝えてそれでも大丈夫でしょうかって言ってるから、私は見た目をフォーカスしてます。自分のこの気持ち的に生き方が女として落ち着くことができるんだったらいいですけども、見た目が女になりたいっていう願望が強いのであれば、まあ、諦めた方が自分のためだよって私は、まあ、そういうことですよ。社会的承認が得られにくい。私も過去にアルバイトの面接行った時に合格をいただいたんですけども、後から、まあ、私は悪いですよ、実はもともと男性なんですよって伝えた瞬間に声質がみたいな、なんかいろいろ本部から言われまして、結局面接落とされたんですよ後出しで。そういう今回の質問いただいた方に多いのが、まあ、中年の方が多いんですよね。40、50代で、まあ、私の周りの方もそうですが、後から女性化したいっていう。でそれはなぜかっていうと、自分たちが若かった頃だから、今から 2,30 年前ですよね。その時って今みたいに元男の子みたいな方々がそんなに社会で進出してる時代じゃなかったし、性同一性障害っていうのもあんまりメジャーなワードじゃないんですよ。だから自分は何なんだろうってこう分かんないまま意外と結婚してる方も多いんですよね。女性と結婚して子供を設けて、やっと自分の好きなことをしようって言って女性になろうかなっていうタイプが一番多いんですよね。そういった方々が今から女性の見た目になるぞってなって、じゃあその間どうやって働くのみたいな、働き口が全然ないよって、会社員アルバイトそれも難しい、じゃあニューハグバー風俗そこも無理だったら、60代とかになって飲み屋で働く方もいるんですけども、まあ、年齢的な問題、あとは体力もそうですし、その生活あと何年続けるのみたいな、私たちみたいな女性ホルモンやってるような人たちは保険もなかなか受けられないし、めちゃめちゃね残酷なこと言ってるんですけども、これ私にも当てはまってますからね。ずっと YouTuber やれてるかも分かんないし、もう今のうちに将来困らないようにお金を貯めとかなきゃいけないとか、いろいろ考えますね。一番いいのはやっぱりパートナーを見つけて支え合って、ただそれもなかなかうまくいかないじゃないですか。そういうことですよ。多分ですけどもこの先もっと
若いうちから始められる元男の子がバンバン出てくると思います。私でさえ遅いんだよみたいなこと言ってたじゃないですか。でも周りの先輩からはもう本当カノンちゃん早く始めれてよかったねっていう、めちゃめちゃ私でさえ言われましたからね。なので時代とともにどんどん超クオリティの高い元男の子がいっぱい出てくると思うんで、羨ましいなと私もこれから思っていくでしょうっていう、まあ、今回はこんな感じで少しどぎつい内容でお届けしました。少しでもためになったとか、まあ、楽しかったと思っていただけた方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、あと TikTok もありますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。